気ですね。きっと元気です。きっと皆さんお元気でしょう。ちょっと待ってくださいね。あ、やば前髪抜き巻く。ちょっと待ってくださいね。20秒で焼き上がります。辻子ちゃん、ひろあき、いやみのる、おねたきピスタチウオ、土井スーさん、ふうくん、もろこひつっち、みっちる、みっきー、おねたき、かわみのる、しがちゃん、レフマイトッチ、ラムチズ、けんけん、市民の森、しがちゃん、よいよ、こんばんは、やっほー、やっほー、元気ですか、よいしょ、よいよ、ひろあき、コンサー、えいん、モーリー、お、開けた、よいしょドラッキーカジくん、リアルハウンガ、あれじゃない、あれじゃないの、エアコンじゃない、マヤ、コタロウ、エイン、ヤス、どう、まだする、9から10入った、頑張って、オーシャンホラーありがとう、シュンジョンとのドラッキー、クモプ、こんばんは、まだしてる、さあ、恋愛小説家、シガちゃん、マーク、レタス、フーク、え、まだすんの、まだする？レオバンピラニアス、ヒデオレタス、こんばんは、シマの髪伸びた、だいぶ伸びた、名前知ってる？あ、名前じゃない、名前いいと思う、え、まだザー言ってる？なんで、ざわわざわわざわわ、ダージロー、コン、本山、ニュッピン、かわいい、ありがとう、シマナかわいいありがとう、うん、あ、だ、ひらきくん、ありがとう、うん、島の風呂入ってきよった、よいしょ、あ、みやるんかわ、ありがとう、ありがとうございます、うん、よいしょ、暑い暑い見てなか、ありがとう、可愛いけどザー言って、ザワワ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 、ヤトさん、ヤッホー、湯船使った、ダージロー、ありがとう、さくらんぼちゃん、あ、じゃあする、開封の日よかった、まあ、結構前のだけどね、そのやってあげた、ざわわざわわざわざわしてんならちょっとエアコンつける、暑い、うん、右側になんか見てる、こちら全身ついてんの、こちらそこまでございます、マスターアイドル、今日ツインプラネットに行ってきりまして、こちらこちらをいただいてまいりました、これがショールームのなんか山山山じゃない、海鮮のやつのなんかカタログギフトらしいすごくない、カタログギフトいただきました、ちょっと開けてみようかな、皆様に、皆様が頑張ってくれたおかげで手に、え、これ本当にこれだってんの、ちょっと待って、
なんかね、結構謎なの。なんかこれなのって。カナダギットなの。電気つけよう。なんかさ、これどこに、あー、出た出た出た、あれよ、あれコンセントないのこれ、あ、ないのこれ、あるもんだって思ってた。よいしょ、遠いな、ちょっと行ってみた。見て、よいしょ、こんばんは、ヤッホー、下のほぼすっぴんですけど今日ひひやば、よいしょ、今髪の毛を作り上げました。よいしょ、なんかさ、スイカバーさっき食べたんよ。スイカバー食べたんだけど、あの種がね、あの 200% じゃないから、なんか少なく感じちゃう。だから今 200% がなんかもう標準サイズみたいな。うん。リップ塗ってます。乳液。斜めってる、なんかこっちだよね。こういう斜めだよね、多分。こっちじゃないっしょ。これは当分なんだけど、なんかこれでしょ、うん、よいしょ、ちょっとな、この価格めんどくさいんだよ、ちょっと遠くしたいんだけどさ、ライトが遠くならなくて、よいしょ、この辺かな、で合っているのか回線入ってるんですか？にゃん、リッペン。こんばんは。これとこれ。あ、これだ。え、じゃあこれ何？え、ね、母の日なんだっけ？母の日が47都道府県だっけ？あれ？なんてすごい。選べないよー待って、めっちゃ美味しそう。え、なんじゃこりゃ、待って、やばい、これ待って、ショールームさん、ありがとう待って、めっちゃうまそうなんだけど、もうこっちでは海鮮頼まないで、海鮮の方があるから。え、みんなありがとうね。大好きだよ。いつまでだろう、これ。なんか期限あるよね、カタログリストって。ハガキになってるの。ハガキになってる。11月27日。こっちを、あ、同じだ、でも遅く頼む、どうしよっかな、待って、これとかやばい、ね、骨付き肉やばい、チュッ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 チュルル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 ル、何だっけ、こんがりお肉だっけ、ちょ、忘れちゃった、ねえ、ねえ、なんだこれは、カタログギフトの玉手箱やめっちゃ、ちょっと待って、先に海鮮飲みたい、ちょ、海鮮がもう今
よだれ出ちゃう。こちらは北海道の七つ星ギフトです。大丈夫、やっぱ指切ったかと思った。切ってる切ってる、血出てきた。頼むヤホー、2代目歩む。YKO こんばんは。え、やだ。あ、痛い痛い。血も消える。速攻貼ってきました。マイメロです。痛い。あ、青木ヤホー、バブーさん、主権さん、こんばんは。元ラフトアイドルの白石真奈です。こちらのハートマークピンクにしていってください。アビルニアファイト、ありがとう。こんな腕、ババネったら簡単に折れちゃうんだからな。A1 高い役役、ありがとう。ありがとうございます。マイメロ。マイメロビ。ママが言ってたの。A1 高い役役、ありがとう。ミッチェルも高い役役、ありがとう。リンタロ、こんばんは。赤くするチーク。公平も回復薬、ありがとう。ヨッペも回復薬、ありがとう。こんな腕簡単に折れちゃうんだからな。ってことで、私の指を 血出させてきたこちらの今回の何も悪くない七つ星ギフトを見ていきたいと思います。カイザー、ありがとう。かけはぶダージェロ、ありがとう。回復薬。マサブニもありがとう。回復薬。こんな腕バーバーに言ったら簡単に折れちゃうんだからね。見て、これ分かる。チーいくら、おいくら、エッブ、わお、エッブ、ボタン、エッブ、甘エビ、ボタエビかな。甘エビかボタエビだと、ボタエビ。みよちゃん、ありがとう。ありがとうございます。今日声ガラッガラなんだけど。わお、わお、お前か、わお、これサーモンだよ、これサーモン。わお、もうちょっとネバネバいらないけど、このサーモン食べたい。かいい、ここ。わお、なんかでもちょっと似てる系じゃなくて、生がいいんだよな。生来るかな、生系がいい。ちょっとなんか酢漬けとかじゃなくて。わっ、お肉、お肉、あーノー、オーマイガー、わお、お肉、ベリーデリシャス。I want to eat
肉海鮮。あ、待って、ハチハチありがとう。今日888日です。ひらにパチパチありがとう。そうだ、今日888日。ドラッキーか、ありがとう。缶すごいたくさんありがとう、10個も。りんたろもありがとう。みやるもありがとう。よよもありがとう。もふもふも Thank you。 仲間 Thank you。 嬉しい。88コーヒーありがとう。あよびも10個ありがとう。めたくさんありがとう。いや、ありがとう。わお、わーい。ダージロありがとう。ひらきもありがとう。きんかちありがとう。めふわもありがとう。ありがとうございます。わーい、わーい。みっちゃるもありがとう。薬指におしゃれなのこれね。でこれさっきカタログインスタで指切って叫びながら今絆創膏をつけた。うん、本当に嫌。肉が食べたい。しまないも肉食べたい。 Very delicious. I see Very delicious. Out。 ミッチェルハットありがとう。6兵、6兵、ありがとう。わお、わお、メロンがあるね。メロンは？メロン？ブーテンメロン？ブー、メロン？メロン？ブーテンメロン、スイカ。わお、うん、ラーメン。ラーメン、今日ラーメン食べたね。うん、ラーメンいいや。あ、カレーもあるね。カレー。カレー。お、わお、ナット？ナット？Is 北海道？わあ、トカチナット、トカチナットある。マニアナット好き。いや、大体絞れてきました。シマナが食べたいのはもう肉汁熱々の肉か今ボタンエビで今二択で迷っとる。わ、すごい、え、すごい、北海道ギフト多くない？神奈川に比べたらもうレベチなんだけど。神奈川は崎陽軒しかないんだけどさ。え、すごいんだけど、めっちゃあるんだけど。肉、あ、待って、カニあるじゃん。あー、炊き込みか。うむうむ。肉うまそうな。わー、肉うまそうだな。黒豚ですって。豚のハンバーグね。すごいね。なんか豚のハンバーグって言っちゃ発想がなかった。すごいね。うん。ミントないよ。うん。うん、海鮮選んだね。なんか北海道グルメだった、海鮮は。確かに。なんで海鮮選んだのに今肉あるのか確かに謎だわ。え、やばっ！ふっくりんこっていう3キロのお米ある。めっちゃ美味しいやつじゃん、これ。3キロとか絶対うまいやつじゃん。え、ラム肉あるし。やば。やば。誰今 CM のに LINE してきた。ちょっと待ってね。今、久保田もと LINE しててさ、結構。明日の待ち合わせ時間。よいしょ。OK。うん、ってきた。OK。OK。よいしょ。海鮮王国ならではの醍醐味を味わう。やっぱ海鮮だわ、これ。いくら 150g 冷凍で30日。わあ、うまそう。うまそうだね。ボタンエビとかこれ調理できない自分だと。うん、朝起きたら知らないの。コロコロ回されてんだよね、きっと。え、どうしよっかな。ネバネバ、ネバネバはいらんけど、どうしよっかな。ちょっとなんかスモークとかもいらん。ちょっと待ってね、生がいいんですよ。
生がいいんです。生じゃなきゃダメなんです。兄ちゃんダメなんですか。え、生じゃなきゃダメなんですっていうくだりをやりながら、わーわー、でもちょっと待って、どうしよう、え、どうしようどうしよう、こっちの47都道府県の方で、え、そう、一つ、うん、カニはね、炊き込みご飯でした。こっちで47都道府県で逆に海鮮選んで、で黒豚にしよっかな。だってこっちだったらカニあるもん、ハーフカットめっちゃ美味しそう。北海道新聞、うわ、なんかすっごい肉に惹かれちゃう自分がいる。肉好きなんだろうね私、多分実はめちゃくちゃ多分肉好きなんだと思う、きっとね。あのね、あ、中尾行ったんですよ最近。中尾行って、で、あの、なんだっけ、かぼすうどん食べたんだけど、かぼすうどんって三重県なんですね、知らんかった。遅刻したのについていけたね。今の有力候補は何なの。あ、そうですね、ちょっとごめんなさい、あの皆さん、あの今来た人に説明してなかったです。置いてけぼりこでした、ごめんなさい。あの、以前皆様にすごい、あの、頑張っていただいて、あのショールームの方でこちら、海鮮ギフトの方、あのゴールデンウィークフェアの海鮮ギフトと47都道府県は確か母の日だと思うんだけど、母の日の方がいただくことができました。スクショしてって、よいしょ生々しいこんなで、今何にするか悩んでて、あいね、肉が好きありがとう。お肉好き、お肉好きで、なんかでもなんか海鮮にしたいんだけど、ちょっと肉に惹かれちゃってて、自分自身肉食べたいな、肉食べたい。え、やっぱりさ、みんなにはごめんなんだけど、こっちで、もうでも結局は海鮮と肉なんだけど、こっちでこれにするわ。こっちがいい、これがいい、これ食べたい、新物これ食べたい。うん、前にはイクラ漬けサーモン食べたい、絶対うまい、これこれにする、新物これに決定。でも今ね、もうあのパパパパパって見て、あ、これって今なった。結局全部急げ、もう書いちゃおう。いや、こういうのさ、書かないとさ、すぐ忘れちゃうじゃん、このポスト投函するのとか。これ、いちいちさ、こう、やった方がいいよ、一回一回。ボールペン出てこないけどさ。よいしょ。でも、こういうのは本当に、その瞬間にね、思い立った瞬間にやるべきなんですよ。あった。よいしょ。多分、冷凍で来ると思う。これ、ニチュール、チマナ、サーモンと、いくら食べたいからこれにする。よいしょ、じゃん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 、こちらが送信人です、ファックス。あー、郵送にしよう、郵送で。 ご希望の品、希望の品は、よいしょ、130、1、あ、間違えた、103015、これ書くの全部冷凍庫開きましたよ進化版と2本入ってる。いつ来るって書いてある。いいですね。全然全然。2週間前後だって。投函または送信日より。一般の食品は、食品は12日だって。食品部、食品だから12日。ナムヒロこんにちは。ナメちゃんこんにちは。よいしょ。
ニャ肉が好き。いくら、いくら、わ、醤油感じ、感じ。醤油とかさ、その細かい字が結構潰れちゃうんだけど、欄が小さい。まあ番号で読み取ってくれるならね。醤油、わ、入らん。醤油漬け、え、絶対入んない。漬けサーモン詰め合わせ、漬けサーモン、うん、詰め合わせ、できた。よいしょ。え、開くのにしたらより入んなくなっちゃう。もう欄がね、これぐらいしかない。これに、ここに対して、いくら醤油漬け、まさかのいくら醤油漬けで、天漬けサーモン詰め合わせっていう。かけました。カタグロが受け取られた方の、氏名、城ヶ崎姫、姫子、カタガナ、どう、漢字、漢字、何、左手でいいの、城ヶ崎、よいしょ、姫子、姫子、商品受け取り先の氏名、食品の、食品の場合12日前後ご指定はできません。12日以降の利用日前日日付、いつ来てもいいんだけどな。実際いつ来てもいいです、いつ来てもいいです。え、待って、ちょっと、あ、これ後でやろうかな。よいしょ。あ、そうです、お嬢様部です。本当にこんなとこにゴミを散らかしてありえないわ。私がすべて片付けておくわよ。誰か家にいる？いないわよ。3人ぐらいいるかもしれない。フィラニーとってありがとう。ジャック姫子にトントンやありがとう。非常に嬉しいわ。ありがとう。ああ、ショーンが結婚してをくださったの、慎んでお受けします、ありがとう。ここにいつ指輪をくれるのかしら、ありがとう、非常に嬉しいわ、ありがとうございます。タルタさん、ナベちゃんさん、マミタンさん、こんにちは、ありがとうございます。いいなずけ、いいなずけはいないわよ。ジェンダンかわいい、ありがとう。姫のことかわいいって思ってるの、嬉しいわ。ラッキーハートありがとう。夏こんばんは。牛様はそうね、向こうが私のこと好いてるのよ。キャラ編？元からこのキャラよ。ドラッキーありがとう、バラ。今日のお供は、今日のお供はミネラル豊富な健康ミネラル麦茶よ。こちらをセブンで買ったの私。そしたら28日から多いお茶の無料券がもらえるんですって。なんてお得なのって思って。だってこちら1リットルも入ってるのですのよ。非常に嬉しいわ。ミッチェル、お手紙ありがとう。こちらのラブレターかしら、嬉しいわ。あ、そうです、元ラストアイドルだった白石真奈です。現在は城ヶ崎姫子って名前で、はい、配信しております、ありがとう。
コンビニ？そうね、庶民の暮らしも知ってみたいのよ。あー、どうも。なんか私の妄想大好きなんだけどね、妄想大好きなんだけど、私の想像なんだけどね、私の妄想ね、もし超お金持ちな家に生まれて、でも何かの試練で、ちょっと恥ずかしい妄想ね、あの試練で庶民の家に暮らすことになってるの。でも25、30を過ぎたあたり、ちょっと遅すぎるんだけどね、普通20歳ぐらい過ぎたぐらいに、実は超お金持ちのご子息の娘だってことが分かって、あらってなるので、あの結構何厳しい暮らしについていけず、あの駆け落ち。ユンタハットありがとう、ありがとうございます。ミサイルかっちゃん、めっちゃラウンド目にありそうじゃない、こういう話。うん、それも好きなんだけど、結構ロマンティックなんですね私。うん、っていう設定ね。あ、姫子は、あ、でも、あ、でもなんかこう姫子キャラは、ごめん、ちょ、このキャラは違う。なんか姫子っていうキャラはどちらかっていうと、あの幼少期から、幼少の時代からお金持ちの家に暮らしてて、ですごいもう御令嬢なの。でもすごいハワイとニューヨークと、あとイギリスに別荘があるのね、ほんとバリにあるんだけど、あのすごい厳しく育てられてるから、だから華道と茶道と、あとオピアノと、あと書道を習ってるんですけど、意外とお小遣い制度ってものがなくて、お金をあんまり見たことがないっていう設定。ユンタありがとう。うん、で設定ね、そう。っていう設定のもと今やっております。何ちょっとしたんだっけ、私なんだっけ、あ、そうだ、スケジュール帳だ、そうでしたね。あら、スケジュール帳がなくてよ。 あったわ。私12日後は何をしているのかしら。あ、私気分は5月だったわ、今5月を見ていたの。7月に入るのかしらね。本日が25日なので、 1,2,3,4,5、 6,7,8,9,10,11,12、 12日後は7月の7日になってよ。7月の7日だと、でもちょっと平日すぎて微妙なので、7月の9日、9日にしよう。で、9日に回線届くようにして、ええよ、ええよ、ちょっと心がしよう。よいしょ。たまばた。たまばた。7月の9日にして。指定できる？指定できる。7月の9日。ゼロかな？ゼロ。うわ、住所書かなきゃいけないんだけど。かかり行きじゃないよね。行き行きして、おんちね。おんち。うん。ちょっと、オッケー。うむうむ。うむうむ。城ヶ崎。待って、間違えた。姫子間違えた。4時。やだ。姫子、ミュージアム間違えたわ。一応特別誕生日の時に言ってる、言ってる。いやった、ありがとう、ありがとうございます。マルス、こんにちは。姫、ミュージアム間違えました。本名間違えたんご。間違えたー、間違えたー。
よいしょ。まあどうにかなるべっていう心のもと。いやこれ隣の字が悪いんやな、どう考えても。文句文句言う。オッケー。ちょっと住所はあのペラりそうなんでちょっとやめときます、書くの。後で書きます。よいしょ。こっちも気にしとこう、肉だよね、肉。よいしょ。城ヶ崎姫子って書いたんじゃなくて白石モナを間違えました。よいしょ、うん、こっちは肉にする。ハンバーグかな。ソーセージも非常に美味しそうだけどね。美味しそうだな。芽キャベツ食べたいな、急にだけど。コンビーフも悪くないね。悪くない。うん。うむ、肉だな。これは黒豚ハンバーグ詰め合わせでございます。うん、やった、反対にやった。音ひどくなってる。うん、なんでハンピーちゃんちゃん、イエーイペッタンチュ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 、腰に手を当て、お尻ふりふり、みんな踊るよ。間違えそう、危ない。ワンダーラ819819、黒豚ハンバーグ詰め合わせ、黒豚ハンバーグ詰め合わせ。おいえー、バレグッジョブ、バレグッジョブ。9日にしたので、これは次16にしよう。07 16、一週間後に届くスタイルで。ゲーム。えい、ハートよくありがとう。あちゃん、毎週ごちそう。ちまな、毎週ごちそう舐める。うん。えい、バラちゃんありがとう。バイ。ひつり締めはしない。黒豚はね6個入ってたから、だから6個ちょうどいい感じで、であのサーモンも結構量多かった。1週間食べきれるんでしょ、さすがに。てか普通にディナーにする、白石家の。6個全部食べない、6個だから4人家族だから4で2個余るから2個はシーマナ。わかんない。うん、前に激安で買った漫画たちは読んでるの？ああ、あれ20巻買ったやつ、2000円で、1冊100円で。あれ途中でさ、なんか飽きちゃったんだよね。えいん、だるまさん100回ありがとう。なんかさ、なんか第2シーズン始まって、第2シーズンなんかちょっとマンネリしちゃって読んでない。うん、あの話じゃない？あ、分かった。通り目とか、通り目まで読んでない。うん、うん、ハートも100回ありがとう。リアタハートありがとう。トリビとかまだ読んでないわ。ブルーロックとトリビ読んでないです。メイちゃんの羊かと思う。メイちゃんの羊はね、なんか飽きるっていうか、なんか話の内容がなんか 第2期でなんかあれ違うってなるやつあるじゃん。ソードアートオンライン私になったんだけど、シーズン2からちょっとあんま見なんか、うん、
っていうことってなって、シーズン3がもうついていけなくなっちゃったんだけど、なんかね話がちょっとなんだろうね、って感じで、そう、なんか急になんかめいちゃんの羊に関してはなんか1話と第1シーズンはすごいなんか羊となんか柴犬の取り合いみたいな、兄弟でなんかその弟の方が姉ちゃんのために羊になるみたいな、で第二シーズンから急になんか婚約しろみたいな感じでなんか男が急に5人増えるの、私全然それ需要ないなと思っちゃって、そう、2期まで見た、2期まで見た、私もそうだと思うんだよ、2期までは見えたんだけど3期からなんかよくわからんってなっちゃった、そう、でも1期が一番面白かったそうだと思うんだよ、かぐや様、かぐや様ね、終わったよね、また始まるみたいな出たよね、告知見てないよ、見てたんだけどね、途中まで見てるんだけど、なんかどこまで見たか分かんなくなっちゃった、わー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 、黒羊、毛の羊見てない、一番続いたアニメ、一番見たもの、なんだろう、なんだろうな、シーマナが一番見たアニメ2期以上ってことでしょ、なんだろう、みんなのが知ってるかも、あ、五等分全部見た、五等分は映画まで全部見て、なんかもうまだ見てなくて、第5シーズンかなんか轟家までしかまだ見てないのに映画見に来ましたアイワンタンハート1000個ありがとう、1000個、千個の愛をありがとう、ありがとう、五等分4話まで見ました、4話か、あー4話か、あのホルテシモがいいんだよ五等分は、ごめん、そうだね、ミーズ、私の声を当て一緒にフリフリ、みんな降りてるもんだろう、いつもにのお手パンツに、私の手が一緒にハッピーチャムチャム最高、踊ろうよいつもの笑顔、ここまでぽこかわいい、ありがとう、髪伸びた、めっちゃ妹が最近髪切ったね、これぐらい、なんかそれ見てさ、髪だけちょっと切りたいかなみたいな思っちゃったんだけど、もう切ったら多分もう伸ばせないのね、私だってもうアイドルじゃないからさ、なんかその伸ばす気力もなくなっちゃうし、切る方がいいなって思いながら今マニキュア探しとるよいしょ、みんなの意地を頑張ろう、リズムに乗ってワンツースリー、髪、髪はなんか染めたいってより染めなきゃいけないところまでもう来てるって感じ、ハッピージャムジャム最高、踊ろうよいつもの笑顔で、ハッピージャム、シマナの寝る方法ね、最近さ、この本体マスクしたらもう30秒後には爆睡、もう意識ない、これマジで神、神の領域だ、どうしてよ、よいしょ、髪の毛なんか落ち着いた色にして、よいしょ、ちょっと落ち着いた色、平らに埋めたろ、ヤッホン、森林の香りになる、いつもの自分に平気になる、あれ本当に出てこないんだけど、教えを当て教えを振り、みんなおいでよ、ワンダーラー、
これが欲しかった今。よいしょ。あ、よいしょ。最近薬膳よりわかんない。薬膳はなんか内部からじゃん。これはもう外部から押さえつける感じのね、アイマスク。わかんないけど、欲しいものはちょっとアイマスクの方が効果があるのかな。アイマスク起きたら取れてる。もうしてない。でもなんかその、取れてないとなんか肌荒れそうだから、取れててちょうどいいかも。なんかしてない方が、あ、よかった、取れてる、みたいな感じでございますわ。ちょっと今、そろそろサンダル履きたい。え、明日またさ、暑いんでしょ？うん。明日なんか、なんだっけ、ウェザーニュースめっちゃ猛暑みたいになってた。てかまださ、6月なの怖くない？ 6 月じゃん。なんか全然これ寝れないし。なにこれ、なんか全然寝れない。なんか胸キュンがさ、半面綺麗に作るのに半面寝れないんだけど。今アイマスクすることでできないです。これもったいないんで開けたくないです。メタルかな、あ、あるある。うん。マユペヤッハー。うん。暑いで梅雨どこ行ったって感じ。え、梅雨ってさ、もう終わったの実際。うん。群馬。うん。マスコちゃん、年だっちゃう。マユペ誕生日来る？うん。40度超え。やば。修造、こんにちは。よいしょ。え、全然つかないんだけど、何これ。ハッピーちゃんちゃん飛び出すか、ねえ、気になる体が飛び出す。今年は誕生日やし、え、いいじゃん、大楽しい。うん、で、買いに行っちゃう。暑いよね、今年マジで。燃え尽ける猛暑のようだ。美味しいもの、美味しいもの食べたいな。牛トロ食べたいんだよね。シマのワクワク。エンドレスハッピーじゃん。みんな耳が壊れちまうぜ、つって。おやすみ。バルサメス。おやすみなち。でもそろそろ USJ 行きたくなって、確かにそろそろ行きたいかも。全然行ってないもんね。いつからだろう。先月か、行って先月。でも今ディズニー行きたいかも。シーマのどちらかって、なんかディズニー楽しかったんだよね、アンダーで行ったの。なんか、え、ディズニーいいじゃんってなっちゃった。よいしょ。あ、濡れた、綺麗。ペニキュア一緒に出るさ、いいよ。テレサ、あ、そうだ、新物あれだよね、家にもの写真あげてないよね。テレサもね、星もバナナも持ってるよ。あの、なんだっけな、チムとか。うん、優勝って毎月行く、そうだよ、毎月行くものだよ。抹茶お菓子や、うん。中華サンバ美味しいよね、激うまなんですよ。そうなんです、非常に美味しいんです。あれはいしょ、なんかお蛇がなんか反ってんのかな、なんか塗りにくい。マニキュア、マニキュア、ね、キワキワ。何言ってんだろ。よいしょ。なんかマニキュア塗り用の筆買わないとダメかも。難しい、これ付属のやつ。うん、テレサいいじゃん。テレサな、今ないの、片付けちゃって。うん、キッチン、こんにちは。
アトラクションが好きなの。そうなの。うん、私もおすすめのカップラーメンなくて困ってます。あ、売ってない現状。知恵止まったかな。おでその目指してダメじゃん。カレーヌードル美味しいです。以上。ヨドバシポイントつくからいいよね。送料無料だっけ。よいしょ。てかヨドバシってもう何でも売ってるよね。電気屋さんで聞こえてる。よいしょ。ブレーキ踏めばパラボッパパパパラダイス。うん、どこにも売ってない。あ、そうなの。ブレーキ出せず。え、そうなの。そんな人気なの。え、やだ。なんでおすすめしたんだろう。みんなに言わなきゃよかった。めっちゃセクコリーじゃん。みんなに言わなきゃよかったよ。買おう、私も。よいしょ。うん、マリちゃん製麺カップジョイ。え、そうなの。え、なに、タコあれなのかな。単価に合ってなかったのかな、値段が。もしかしてコスパが良すぎたんですかね。ちょっとこれ売ったら赤字になっちまうよ、これ以上売ったらっつって。はあ、セーフ。カマニア。はあ、カバンについた足あげとこう。うん、マニキュアを今ね、ペリキュアしたんです。足に塗ったんですよ。ただちょっと若干いろいろと事故が起きたんですけど、足間のあるあるじゃねっつって商品切り替えて。え、なんでなんで、あんな美味しいのに。うん、パラパッパパパパラダイス。でも今日書きないね、みんな元気やっほー。よいしょ。生きてないんでしょ。明日手は金曜。金曜だけど、私今の手はネイルしてるから、これ足しか塗んない。足見たい？まだ乾いてないんだよね、今。それ結構私ガサツだからさ、足塗るのも。あんま綺麗じゃないし。よいしょ。でね、色ムラっていうものはできるという気持ちでやってるの。うん。ラストライブから1ヶ月なのね。それな。うん。足塗っても我々はそれを見ることが、シモナに街で偶然出会ったら見れるよ。出会ってね。うん。そうなの。何が美味しいの？ご飯？あー！あのね、マルちゃん製麺、魚介豚骨混ぜそばっていうカップ麺めっちゃ美味しくて、ぜひ食べてほしい。うん。え、足見せてくれるの？いつも嫌がるのに？うん、遭遇したら見せてあげる。うん。多分、島根がもったいだからもったい。そうなの？島根にみんな影響されてんの？そうなのか。うん、ネイルした爪で引っかかれたい。ちょちょがりー。うん。それ、青い？青い、青いかな、青だったけど。うん、めっちゃ美味しかった。マジでもうないのかな。それもね、今日はね、家系ラーメン食べた。あれ？あれは？今さ、普通にカレンダー見たの、カレンダー自分の書いて。で、なんか仕事のスケジュール見てたら、今一気にスケジュール変わってて、あれ？今、あれれれれって思って、びっくりした。うん、いや、そう、めっちゃ凝ってる。
街だったら声かけていいよ。でもなんかすごい変な声かけ方しないでね。急に後ろから叩いてきて、しろしだろとか言われたらさすがに逃げるから、マジで逃げるから、本気で逃げるから。カウンテも、いやカウンテ共有してくれてるの全部。すごいありがたいことに、そうめちゃくちゃありがたい。きなこ、こんばんは。失礼しますです。こちらのハートマークをピンクにしていってください。お願いします。急にさっきいつ注文しようかなとか言ってたよ。でカレンダー見せたからあれと思って変わったってびっくりしちゃった。うん。ラブ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 。シマナって追いかける予定だって。追いかけられたらマジバチ逃げするから、バチ逃げして行き先は交番なんで気をつけてください。うん、ホタルバターラーメンあるからおすすめよ。え、行きたい。ちょっと気になってる。でもなんか青ってさ、なんか食欲がちょっと失せる色だよね。私今のね、シナモンカフェにね高校の時行ったんだけど、でカレー食べたんだけど、青いカレー、なんかあ、お腹いっぱいってなった。あれちょっとお腹いっぱいかも。あ、きなこさん、ハローありがとうございます。うん、街で見かけた時どこまで許される？わかんない。なんか今規定がないんだけど、でもそのラサイ時代はなんか握手はダメだったの。握手はなんかその握手会があるからダメですよみたいな決まりがあったんですけど、今握手ないから、でもコロナだからね、あんまりなんか触るのもあれなのかもだけど、わかんない。なんか言われてないんだけど、もしかしたらなんかまたルールができたらダメかもだけど、ハイタッチぐらいできんじゃないって感じ。うん、多分実際はあれ死物だったかなってなるだけだ。確かに私オーラないもんなって、そんなにしても分かんないと思う。うん、写真も大丈夫。どうなんだろう、どうなんだろう、特に聞いてない。でもなんか死物に声かけてくる人なんていないからさ、聞く必要がなくて、聞く必要ないなって思って聞いてない。話すのも基本なんかお話しするのも、そうなんかあんまりできないかったんですけど、その前は。だからまた来てねとか言わなきゃいけなかったけど、今どうなんだろうね、ちょっと分かんないよ。うん、しのでせ、え、私寿司の板結構おしとやかに食べてる。だって姫子だもん。姫結構ねおしとやかに食べるんだ。箸の持ち方綺麗だし。ゆきちゃん、こんにちは。初めて離れたからリアルトーク会勝て。卵に溶けてすれ違った後、後ろから声かけちゃって、多分怖かったと思う。後ろから来られると怖いと思う。うん。彼女のとこ見られて、口っこい、マジで大丈夫ってやると恥ずかしい。違うとです。それ恥ずかしい。うん。島田が出現するとこに、影響をおしゃれに表参道とかいましたけどね。うん。お腹鳴ってた？なんでみんなさ、お腹鳴って敏感だね。ほんとに。自分ちょっと気づかなかったけどね、今。まずっけって。アクリル板リュックに入れるよ。手かける前に手出ちゃっても、はてってなるね。確かに、後ろの人かなって。声かけられた、いや声かけられたことは全然ありますよ、全然あるんですけど、でも最近はもうない。うん、一番声かけられた時期は時期はいつだったかな。このうちこのうち、うん、顔に紛れた。シマナのスタールで、シマナのスタールみんな持ってるかな。全部シマナのスタール、シマナ自身はめっちゃ持ってるよ。シーマの推し、シーマの推し、シーマの推し。なんでやねん。あれ昔のタオルあると思ったんだけど、昔のタオルは未開封ないの。見てこれ、シーマの。食欲なかった時代なんだけどさ。うん、
愛い、超可愛い、めっちゃ若い。こんな感じ。おかしいもん。おかしいだぜ。なんたっておかしいだからな。え、なんすかさ、みんなこのグッズ持ってる？これ。え、めちゃんこに可愛くない？これ。バンドワゴンから、好き好きかな？あ、好き好き、そうね、あ、好き。あ、愛好きだ。まで入ってるシールと、あとこれが、サバイバートレインとか入ってるし。あ、みんな持ってないの？いや、これ絶対可愛いじゃん。携帯に入れるんだ、これ。携帯に入れようって思って。あー大好きだ、やっと出会った大事な人がここにいる、あー大好きだ、君のために生きる、君と出会って泣けてきた、なぜか涙が止まらない、ここと同じでた僕が同じ痛みを感じた存在に、目の前にいる君を抱きしめたいと思った、これが愛と知って、もう一人の自分に気づく、チャー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 、どうにか生きてる誰かと出会って愛を知るじゃーっていうペンライト。なんかこれ違うけどね。これはサードコンサート。あのね、南人の前奏歌うとみんなね、パイレーツオカリビアになるっていうね、呪いがかけられてるんで、してた？チャ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 ーン。ちゃん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 、これ立って手で呪いがかかるんですよ、実はね。で、呪いがかかるっていう曲。みんなこれは持ってるでしょ。あ、折れちゃってる。これは持ってるでしょ。君と出会って負けてきた、なぜか涙が止まらない、心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在、目の前にいる君を抱きしめたいと思った、これが愛と信じて、もう一人自分に気づく。どれが本物の新物でしょうか。分かってる人一人しかいないのやばいから。じゃあ正解ね。じゃあこちらの人から紹介する。城ヶ崎姫子です。好きな食べ物はプリンアラモードです。よろしくお願いします。白滝マリモです。マリモが大好きです。よろしくお願いします。あ、島中田島野です。よろしくお願いします。白い島野です。うい、あ、同性のメイト。あ、ひらいしまなです。よろしくお願いします。どう、誰だと思った。どんなこともあなたさえご当分です。でも私はあなたが好きよ。いや、サプライズ。
We are surprised. じゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん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 。やばすぎ。っていうね。っていう愛を知るでした。はい。めっちゃ枚数あるんだけど。なんでこんな感じなんつって。うん。だ。一応ね、いつきが好きって感覚もないかな。ちゃうねん。うん。だからちゃうってめっちゃない。え、多分まだあるよ、家探したら。あと2枚ぐらいだと思う。うん。あゆ知る？あ、愛知のタオルあるけど、多分1枚とか2枚しかないと思う、多分。ただあのこのこれはなんかわけわかんない製造数あるわかんない買ったのかな私多分買ったんだと思うすごい、うん、タペストリーはあのリビングに飾ってある、うん、ちょん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 タララッテララッチッチッチャンファミリーで買ったかなうん。そう。はぁ、眠ない。あ、明日昼配信しようかなって思ってんだけど。明日は。できるかな。がめっちゃ夜遅く。一応だもんね。どんなことも、あなたさえ。あ、みなさん、あの、インスタ更新したんで、フォローしてみてください。お願いします。愛の最寄り駅と、愛の最寄り駅と、11時から11時半とかですね多分11時から11時半でやって夜が時間あったらなんかやるみたいな感じわかんない夜はわかんない夜はやるかどうかだけど、まあ、昼はそんな感じ夜はまあまあまあ来れたなぐらいでいいですよ。だって明日日曜日でしょ今日土曜日だったよね。じゃあ日曜日だから無理してこなくて大丈夫よ。おねんねちてね。うん。金曜日でやるとかになる。うん。やるとしたら。けどわかんない。やるかどうか。わかんないです。うん。ってぐらいまで待機。わかんないけど、あんま期待しないで。うん。11時から11時半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 もうそれぐらいうまって感じです。で明日ちょっと松葉行きたくてちょっと下がってきちゃったからさうんっていう感じでございます。うん、私行けなかったらめんとってね、一言言ってほしい。いいよいいよいいよ。ごめんね、でも。明日か。明日。前過ぎても占いはしよう。うん。っていう感じでございます。ただただ終わりにしようかなって思います。うん。さあ、友達の松葉に行きたい。言っちゃった。そうなんです。うん。海キレンキレンになりたい。めっちゃ楽なんだよね、松葉したの、やっぱり。なんか気分が上がるな。
早く寝てね。ネオネムちゃん、ネオネムちゃんでは、まあネオネムちゃんなんだけど、なんかみんなもすごい今日眠そうだから終わりにしようかなって感じ。うん、そう、まあ一緒に寝ましょう。うん、ヤンカありがとう。じゃあパーン、よいしょ、25、うん、よし、じゃあ抽選からいきます。抽選からイタッピーありがとうございます。ユニガミッキーありがとう、ありがとうございます。チーガリンタロウありがとうございます。チーガレヘバンありがとうございます。キーガフレリ、シーモンの全てが好きで一緒に休んで、わかった、ちょコメントして、コメントの流れめっちゃ少なくなってるから。ヨロピ、そして8位がドラッキー、ナデちゃん好きでたまに暴走するから止めてね、やだーやーらーそして7位がミヨルン、ありがとうミヨルン、ヤホー。そして6位がエイン、ありがとう、ありがとうございます。5位がショーン、ありがとう、ありがとうございます。そして4位がカン、ありがとう、ありがとうございます。でじゃん、3位がユヨンタ、ありがとう、ありがとうございます。ザクザクザク、1分待つのお世でした。ザク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 ありがとう。じゃん、2位がヨッピー、甘やかしたい副隊長、ありがとう、チキ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 ン、ありがとうございます。でるるるるるるるでん、1位がひらに、今日はまるちゃん、あ、それトイレの、え、アマゾンなかった、無理切れ、アマゾン売ってないの、えトゥン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 、よし、キュッ、めちゃ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 、今日ちょっと調子悪い、全然出なかった。なんでやねん、なんでやねんって、なんでやとっさーとっさーともさん、こんばんは、ほらありがとうございます。うん、ん、なんか今日人少なくない、わかんないけど、てかなんかわーって喋る人が少ないからかな、コメントの流れ激おそなんだけどあ、うん、あ、そうそうだよね、あ、はい、ありがとうございますみたいな超ゆっくり今日まあこんなこういうのも悪くないけど、ね、うん、多分20秒いってたかなっていうことで59分です。59、12時までやりたいけど、ジョーンって喋る人いる、みんなジョーンって喋って、話題の天気をヨロピなんか言って、面白いことめちゃくちゃ今日も幸せな会やね、かわいい、それ知ってるから、なんか他にはうん、ノイズ早く、まあ、結局イヤホンするしかないんだろうね、ほんとは今日はイヤホンしたがらないし、今のって、うん、ひみこ様は消えた、うん、ということで、まあ、来てくれてありがとうございました、皆さん最近がまともにあるかも、どういうこと、年、それとも暑くて、暑くてかな、うん、ということで、まあ、素敵な夢を見てください年、あ、そういうことか、うん、では皆様来てくれてありがとうございました。私食べてメロンサンド最高じゃん、最高の一日じゃんじゃあね、バイバイ、おやすみなさい、こう、あ、お、ありがとう、ペラにありがとう、ハムタマ、ありがとう、レバハタありがとう、では、ヨッピありがとう、ありがとう、では、ラジャタのマラありがとう、ありがとうございます、では、5、4、3、あ、おいありがとう、ありがとうございます、では、5、4、3、2、
1、0。